龍禅ホツマツタエ。打つ方風ほ水はに渦打つ方赤花間たらさやは日本の目覚めている人たち、世界中の目覚めている人々、どこまで分かっているのか、生き秘密に浮くふぬむ。地球の半分は常に眠っていて、地球の半分は常に目覚めています。目覚めている人たちが眠っている半分の人たちの夢を愛と調和へと目覚めている人たちが眠っている人たちの夢を愛と調和へと導いています。愛と調和とは何か、自身への愛、家族への愛、隣の人、隣の町、隣の国、地球すべての生きとし生けるものへの愛、調和とは何か、宇宙の調べ、自然との調和、神羅万象、宇宙との調和、自身の魂との調和、己の魂が欲する、癒される、望む色、形、音、作り、
今ここに魂が望む色、形、音作り、今ここから、今ここに、目覚めながら夢見る人、夢に生きてる人、寝ている人たちの夢を愛と調和へと導きます。